どうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、直樹と申します。ナヤタの奇跡実況プレイ続きの方をやっていきたいと思います。前回ですね、何やってたんだっけ、このあれか、北条の船頭夏に行ったんだっけな。最後何やったんだっけ。あれか、依頼攻略したのかな。確か依頼攻略をして、全然違う、依頼攻略をして、いいのか。その後ここら辺はもうすでに行ったのか。そうですね、行ってきたんだと思います。ごめんなさい、ちょっと記憶があやふやで。で、前回の動画の最後で、春の取り残したところですね、の方の、取れてなかった部分を実際に取ることをやって、まあ、そこの方は確か動画に残したと思うので、まあ、前回の動画の最後あたりそれを抜けていると思うんですけれども、それをやったら、左下のところですね、アイコンにあるように、いけないか、師匠からの鍛錬帳の星がたまりましたので、それを受け取りに行くところからやっていきたいと思います。はい、というわけでいきましょう。翔さんか、ごめん切っちゃった。はい、では鍛錬帳にしましょう。精進しているようだな。はい、精進しています。では新たな稽古をつけてやるとしよう。早速準備を始めるぞ。準備はいいか。はい、よろしくお願いします。片手剣の心得丸一を習得した。というわけで進撃回数は5回になると。はぁ、あ、はぁ、あ、ふむ、こんなところか。鍛錬を積むごとに新たな境地や開きを今後の精進を語らぬようになる。ありがとうございます師匠。ちなみになんですけど、この調子で鍛錬を積むといい。はい、今たまたま片手剣を持っていたので、あの動画になったんです。片手剣の心得っぽくなったんですが、たまに両手剣持っててもこの片手剣の心得のタイミングになってしまうこともあるので、そうすると両手剣で片手剣の心得を習得したっていう、なんでやねんっていうツッコミをしたくなるような光景が実は見えてたりします。まあ、とは言ってもね、まあその時は別のやつ使ってとか、そういうあれでまあいけるんでしょうけど、ね、あ、またなんか加えてる、もしかして僕にくれるの。あ、まあ、それじゃあありがたくもらっておくよ。オークワガタを手に入れた。リンベーザメを手に入れた。カを手に入れた。カカエ、カジキを手に入れた。エゾゼミを手に入れた。ナマズを手に入れた。ちょっとアイテムこれとは普通のやるの、ちょっと一回交換しに行きましょう。ちょっとお金も欲しいですしね。あ、こちら欲しいよね。そうですね、もらったこの飛翔機械の模型っていうのが相当ポイントが高いので、ありがとうね、ポイントがミラが高いので2900いくらかいきましたね。まあ、こんだけポイントが貯まると4714か。ちょっとアイテム買いに行きましょう。いらっしゃいませ。どうせいずれ店を買えるようになるので、先に高級料理ガイド買います。ありがとうございます。また来てね。分かってるって、後で先生のところに診察受けに行けばいいんだろう。それよりも本当に苦い薬飲まなくてもいいんだろうな。嘘だったらないとハリセンボン戻すからな。あ、この回さ、あの時もありましたね。ですが、もう一個、前回の、取りに行った動画、
最後の方の茎の方動画ですね。で、実りの土っていうやつを多分手に入れたと思います。これですね、こいつで、これなんですけど、まあ、しっとりとした土、農家に持っていくと雑貨屋に新商品が追加されるということなので、ここにユスクープさんに声をかけます。うむ、すごいね、だよ、それはかなりいい土じゃないか。黒く柔らかい質感、香ばしい、香ばしいじゃないかな、なんて言うんだっけ、忘れちゃったのに大地の香り、間違いないと、そいつはとてもいい上質さで、緑が実はある場所に見つけて、そうだ、よかった、スクープさんにあげようか、緑に土渡した、おう、助かるぜ、こいつがありゃ俺の様子がすくすく育っていつも余裕ができるから。実はな、雑貨屋のサーシャちゃんから野菜を仕入れさせてほしいって話が来てたんだよ。俺の野菜を仕入れたいなんて光栄の申し出だからな、なんとも答えたいと思ってたんだ。ともかく助かったぜ、ネータ。こいつは有効に使わせてもらうぜ。役に立つみたいでよかったよ。また何かあったら遠慮なく相談してね。まあ、助かった、その時はよろしくな、ネータ。雑貨屋のラインナップに新しい野菜が提供されました。スクルプの土を渡すと雑貨屋で売られる野菜のラインナップを充実させることができます。土を見つけたら積極的に持っていきましょう。まあ、これでね、土を買うことによって料理の幅も広がるんだよね。幅というか料理はお弁当作れそうなのか、まあ、取ったらいいけどまだまだ大丈夫じゃないですね。お腹が空いたらまた作る、まだ作ってないですか、なんかこの辺作ってないのか、まあ、ちょっと素材が足りない、ここら辺1回作ってます。1回作っ、あ、これ作ってないんだ。これ作りましょう。たくさん食べてね。お腹が空いたらまた来てね。じゃあ行きましょう。行ってるわけで今日は、若干これくらいが本分のつもり入れたんですけど、その前に長くなっちゃったんで。今回はこちらですね。リズベルトの方に行きたいと思います。最初は残響の大洞窟夏行きたいと思います。ミッションはオブジェを16個壊すですね。潜伏中の大陸リズベルト。これはまたとんでもなく広い洞窟だね。水面の光を反射してすごく幻想的な雰囲気だ。うん、だけどやっぱりこの大陸の気候がおかしくなってる。本当なら今の時期は一面の凍りついた寒い気候のはずなんだけど、とにかくこの場所のどこかに知るのが今の不安だ。ゼクストって人からマスターギアを取り戻さなくちゃ。うん、行けるところまで行ってみるの。出て行きましょう。オブジェどうしようあれですね。このこいつですね、通常攻撃しますなので、こいつは前の魔法で壊さないといけません。で、よいしょ、こいつこいつを使うと、この障壁が入れ替わるんですね。それによって向こうを消えます。向こう一応その探索をしたいので、一回戻ります。向こう繋がってるのか。なんか、向こうちょっと繋がってる。巨大なプレイヤーを見合わせようって、どんだけでかいものだったんでしょうか。
この辺の敵は、あ、そうだ、解除しないといけないんだ。ちょっとこの間の一件でレベルが上がってしまったこともあって、まあ今のところはだいぶ余裕というか楽勝ですね。あんまりダメージ食らわないとか意識しなくても、まずダメージ食らわないんで、で、お腹からは取り出します。隙間放水とが一つ増えた。このようにが複数のアーツをセットに切れを増やした。複数のアーツをセットすると戦闘中にヘルプ感をスポットで使用するアーツを素早く切り替えることができます。というわけで切り替えてみましょう。で、そうだ、ここら辺のやつは使い勝手が良かったので結構レベル上がってるんですけど、こいつとこいつだけ全く使ってないですね。じゃあちょっとこの2つを使いましょう。で、これですね、ソルイレイズです。これは以前強化があって、今あれで2つ目の結晶を取りましたね。あと1個、あと落ちるのだっけ、あ、落ちないよ。一発と思うとストックがそんなに取れないので使い勝手はそんなによくはないですけど、まとめて敵が集められるから1個目を伸ばしてる。どこ行った、これって総長戦最初の方ですよ。当時は今取ったのでちょうど16回下がってね、戻ってなかったらどっちもクリアできないところでしたね。あ、ここか。はい、というわけで戻ります。これ1切り替え見ませんけどね、これで全部揃ったので、これでいければ動画できます。よくできました。はい、よくできました。ということで次に行きたいと思います。じゃあ次強敵アイテム出てんの、神なご髪なごき水屈でいいのかな。で、ここで何かいう巨大な歯車、天井にマッツさんが落ちてきたのかも。そういえば今まで何度も歯車みたいなのができたような、ミトスの民っていう人たちが作り出した世界とか、アストロラベイが日本語ならすごい人だけは隠されてそうだね。いつかそれらについて調べてみたいけど、ごめん、今シグナルを探そうと集中しないといけないよ。まずはこの道を塞いでる国を満足しないと。それなら大丈夫、今の私たちにギャーバスターがあるの。ちなみにこれギャーバスター取らずにここに来ると、おそらく責任通れないので、責任を倒しに行こうという、イベントが発生するはずです。実は今回持っているので、今の私たちにギャーバスターがあるのかという形になります。ギオンに届いてもらったこの力だったら、白馬も交わせるはず。
あ、そうだね、早速試してみよう。こういう風に壊せますよっていうか、こんなに強くねえだろって。こいつ、本当は届きにくいんですけど、この魚みたいな。よし、パンチ。すぐ手番だ。じゃあ、強敵相手に倒すんですが、ここでちょっとそれ以外で目線、ご覧になっていただきたいなと思います。これでどうだ！手番の方が痛いようにして、止めるんです。というわけで、ぶっちゃけこれだけで死んじゃいます。おいおいっていう感じなんですけど、まあ、これだけ実は強力な攻撃です。なんで、今の段階だとストックが1個しかないし、溜まるのに結構時間かかるので、使いづらいんですけど、これ、レベルが上がっていくと確か最低に5枚増えるのかな、確か。そうすると相当な威力もあると思うんですけど。まあいや、ノイは夏の魔法、バレットビーを取り戻した。バレットピー意外と強力です。というわけで、ここではもうちょっと一回これを外してバレットピーに切り替えましょう。なんか今地味に登れなかったってめちゃくちゃかっこ悪い。こいつですね。これ片手剣だと結構骨が折れるんですけど、片手剣だと結構骨折るんですけど、両手剣だと意外と簡単に倒せるって言いながら外してるんですね。あ、こっちからですね。まあそこに実は宮殿があるんで、ちょっと後で行くことになるんですけど、こっちから行くのか。ああ、どうして私はこんな目に。今の声はまさかあれはギオスさんが閉じ込められていたのか。エリス、まさかエリスさんはもしかしてノイ近くにいるの。ああよかった、あなたは無事だったのね。女の人みたいだね。うん、彼女は痛み子エリスベット、この大陸管理者なの。あれ、何かしら近くに珍しい気配を感じるけど。嘘、まさかこの気配人間なの。ノイが人間と行動を共にするなんて。僕はネイタって言います。実はいろいろと事情があって、ネイタは簡潔に今までのことを説明した。なるほど、オルタピアでも同じようなことが起こっていたみたいね。私も神殿のところをゼットに捕まっちゃったの。こんな戦場苦しいところじゃ遠くもできないし、しかもよりにもよってミスゾーン、オサの名前を語るなんて本当に許せないわ。うん、このまま放ってはいけないの。でもやっぱりあの人たち、この大陸の神殿を止めるつもりなのかな。状況は毎日同じ、可能性高そうだけど。なに、それと慣れた君だとはね、今はとにかく急いで神殿に向かってちょうだい。私は捕まってからそんな時間も経ってないし、急げばきっと間に合うはずよ。あなたすべてを託すわ、どうかよろしくお願いするわね。これもあれです、オルタピアと同じように、季節を戻してから敵は彼女を救出することができます。待ってて、エリス、マスターギアを取り戻してすぐに出してあげるの。
ッチ深いと書いたところなんですけど、実は一番最初の方に戻ります。なんで音に手元に近いんですけど、まあいいや、一応ここら辺とか音に通してくるんで、そんなにあったずず、震えすぎた。うわ、バカやった。ごめんなさい、一巻途中までカットします。はい、というわけで戻ってきました。ここから続きやっていきたいと思います。いや、気づいた時に行きすぎて戻っちゃうっていうのは、なんか私これ初見でやった時もなんかそんなミスしてるんですよ。成長しろよ俺みたいな感じですけど、でまだ魔法攻撃で一体倒しないで、これをいったかな、いきましたね。あれ、あ、ミス倒した。どうしたけど、ちょっとこっち止めさせましょう。あっさり切るのも一緒だ。じゃあこっちになんか一緒行かないか。あ、今持ってるやつの1個下のランプの、なんだか山蔵入手で、これを倒してからこっちに降りて行けばいい。さっきからトレッドが出るのに取り損ねるみたいな。行きますか。ということでアークルピックが登場。あ、で、実はまだミスなかったです。このバレット機なんですが、パラライズといって、シビロを刺します。それによって攻撃の感じが、まあ、だからね、早い敵には結構有効です。まだ出てこないんですけどね、これか先、猫みたいなやつがいるんですけど、そいつがめっちゃ早いんです。まあ、そういう敵には結構有効だったりします。あれ、またどっか真ん中で決勝に突き落としてる。なんか今取り逃し、取り逃し多いですね。あ、こっちか、純粋に純粋にやったからか。はい。
順路を無視しちゃったら、順路じゃない道の方を無視しちゃったらいけないので、すぐに行きました。それではこのまま行っちゃいたいなと思います。ステージクリア。上出来だね。はい、というわけで、まあ、また星の数が溜まったので、今回はこれをもう一回、受け取りに行ってから、終わりにしたいと思います。はい、龍河の原屈かな。デートフォーム行きたいと思います。が、そうです。次回に行って、今回は最後に師匠に会って終わりにしたいと思います。だいぶたくましくなったようだな。はい。では新たな警部をつけてやろうとしよう。早速準備を始めると、修行を始めると準備はいいか。はい、よろしくお願いします。さあ、どう収録した。これがあるとだいぶ楽になるんですけどね、これから先。さあさあ、ふむ、こんなところか。鍛錬を積むごとに新たな境地を開けよう。今後の少女を作ってからのようにな。ありがとうございます、師匠。この調子で鍛錬を積むといい。はい、というわけで、今回の動画をここまでにしたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。よかったらまた次もご覧ください。それでは。